今まで料理に関する話を中心にお伝えしてきましたが、改めてボローニャ市の概要と板橋区との交流について簡単にお話しいたします。ボローニャ市はエミリア・ロマーニャ州の州都で、面積は板橋区の約4.3倍あります。人口は板橋区57万人に対し、ボローニャ市は約39万人です。ボローニャ市庁舎は現在も使われている歴史的建物です。かつて宮殿だったため、内部に博物館や礼拝堂があり、重厚な雰囲気を醸し出しています。板橋区との交流の始まりは、1981年に区立美術館でボローニャ国際絵本原画展を開催したことが始まりです。以降、絵本を通じた交流が続き、2005年7月7日に友好都市交流協定を締結しました。ボローニャ国際絵本原画展は、ボローニャブックフェアで毎年開催される絵本原画コンクールの入選作品を紹介する展覧会です。このコンクールは、世界最大の児童書専門のブックフェアに伴うイベントの一つとして、1967年に始まりました。ボローニャで毎年春に開催され、その年の夏に板橋区立美術館で入選作品を展示しています。コンクールは、子どもの本のために制作された作品を5枚1組にすれば誰でも応募できることから、世界中の新人イラストレーターたちの登竜門としても知られています。2020年は2574組の応募から選ばれた75組の作品が入選しました。今年は残念ながら新型コロナウイルスの影響により、ボローニャでのブックフェアは中止になってしまいました。そのため、板橋区立美術館での公開が世界初となりました。コンクールでは、ここ数年、日本人イラストレーターたちの活躍も注目されています。入選をきっかけにボローニャへ行く日本人イラストレーターも増え、海外の出版社から出版するケースも増えてきています。板橋区とボローニャ市は、絵本の原画展から交流がスタートしたわけですが、1993年以降は、ボローニャ・フィエーレから板橋区に対し、見本市に出展された絵本が寄贈されるようになりました。毎年寄贈が続いたので、かなりの冊数になりました。これをいつでも見れるようにするため、2004年に板橋ボローニャ子ども絵本館を開館しました。この絵本館は、寄贈された絵本を中心に、世界約100カ国、2万8000冊、70言語の絵本を所蔵しています。都営三田線板橋本町から徒歩5分ですので、ぜひ一度お立ち寄りください。さて、来年3月28日には、板橋区の中央図書館がリニューアルオープンします。新しい中央図書館は、先ほどご紹介した板橋ボローニャ子ども絵本館を併設します。リニューアルに向けて、現在の中央図書館と板橋ボローニャ子ども絵本館は、来週日曜12月20日に閉館し、平和公園内に移転します。先ほど絵本館にぜひお立ち寄りくださいとご案内しましたが、残念ながら今の絵本館を見れるのはあと1週間しかありません。新しい中央図書館には、区とボローニャ市の友好のシンボルとしてボローニャギャラリーを設置し、ボローニャ関連の絵本や文化を紹介します。ボローニャ絵本ギャラリーの完成予想図は絵の通りです。これはボローニャ市の特色を生かしたデザインとなっています。このデザインはコンテストにより選ばれました。コンテストはボローニャ市板橋区ボローニャ大学が共同開催しました。ボローニャ大学の学生がデザインを応募し、一次審査はボローニャ市で行われ3作品に絞られました。その後、板橋区で二次審査が行われ、最優秀賞のデザインをもとにボローニャギャラリーが設計されました。写真の3つのデザインは二次審査に残った3作品です。一番上が最優秀賞の作品です。このデザインはボローニャ市に多く見られるポルティコがモチーフになっているとのことです。ポルティコとは、長い中央アーケードのことで、ボローニャ市の街並みの特徴とも言えます。ボローニャ市内には至る所にポルティコが見られます。なぜボローニャにポルティコが多いのでしょうか。その理由は、ヨーロッパ最古の大学、ボローニャ大学に関係します。ボローニャ大学は1088年に設立されたヨーロッパ最古の大学です。世界で初めて人体解剖が行われた場所としても有名です。ダンテ、ガリレオ、コペルニクスなど名だたる著名人が在籍していました。
現在はイタリア国内第2の規模の大学となっています。ボローニャ市にポルティコが多い理由として、ボローニャ大学の学生たちの下宿を確保するためという説があります。道路にせり出して屋根を出し、その上に部屋を作ったそうです。簡単ではありますが、板橋区との交流にまつわるボローニャ市のお話でした。この後も引き続きお楽しみください。